はい、コムさんです。トヨタガズレーシング、TS050 ハイブリッド続きね、やっていこうと思いますが、こんな感じでね、今、カーボン調のねパターン付けをしてました。こんな感じでね、こうちょっとこうくるんでね、もう両サイド関係なくこうくるんで、シュ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 とねやって、で今度次ねこっちこうくるんで、こうシュシュとねかかってないところをやるという感じで、やりましたが、こんな感じでできています。これをまたね、スモークね、つけていきたいと思います。ここにね、で今日はね、デカールねやっていきたいと思います。はい、それではね続きです。デカールやっていくといきたいと思いますって言いましたけども、ちょっとカミカミですけどねやっていきたいと思いますって言いましたが、まずねスモーク吹いて組み立てからねやっていくことになると思うんでね、それでねデカールやっていけるかどうかですよね。時間的にね微妙な感じはしますけども、できるだけねやっていきたいと思います。デカールまでね、これ黒くしてねしばらくちょっと乾かしたいんでね、黒くするかスモークでちょっとね、銀色をちょっと抑えていくというかな。前回やってましたね、前回からずっとやってましたが、こんな感じで黒く少しね、ほのかにっていう方じゃないでね、ぼんやりというか、ぼんやり違うな、かすかに少しだけね、少しだけ、カーボンパターンね見えるように、はい、こんな感じでと思いますね。こんな感じじゃないでしょうかねはい、こんな感じでねいいと思います。こっちは中はね見えないんで、こんな感じね、どうでしょうか、見えてますかね、はい、パターン的にねこんな感じでいいと思います。はい、それではね一旦止めます。はい、続きです。こんな感じでね、風景変わりました。全員集合というかね、パーツ、ほとんど揃ってると思うんですが、まだね、ちょっと塗装できてないやつもあるんですが、順番にやっていきたいと思いますけどね、前回こんな感じでここ、カーボン調でね、拭きました。パターン拭いて、セミグロスちゃう、半ツヤね、半ツヤクリアで仕上げました。で、これね、めくっていきたいと思います。もうね、めくっといてもええかったんですけどね、やっぱりね、ちょっとこう、ね、カメラ回しながらめくるのもね、楽しみじゃないですか。と言いつつね、画面からね、外れてますが、こんな感じでめくっていきましょう。もう随分ね、長いこと置いてるんで、この状態でね、かなりくっついちゃってるかもしれないね、糊が取れにくいかもしれないんですが、まあまあ、糊は取れるんでね、どっちゃみちね。よいしょ。こんな感じでめくっていきます。ね。ここにね、点々モールドあるんですけどね、これはどういうもんなんでしょうかね。これシルバーで表現するのかな。ちょっと実写の方を見てね、何色でなってんのか見て、またこれ、検討したいと思いますが、そうそう。もしあれやったらね、これのようにね、これ前回やりましたが、こんな感じで見える。まあちょっと汚れね、拭き取ってないんですけど、見えるでしょうか。こんな感じでね、キラッと、細かい点々、わかるでしょうか。銀色のね、細かい点々。はい。こんな感じでね、つけました。この感じ、こういう感じでこれもね、ここなんですけどね、これ、仕上げていった方がいいのかな、という気はしますけどね。まあ実写が黒なら黒でね、たいですし、
シルバーならシルバーでねやっていきたいと思いますが、またそこはねちゃんと調べてやりたいと思います。マスキングねめくっていきますよ。これマスキングめくるのがね時間かかるね。よいしょ、これもねまたちょっと、あ、ここね、ここシャークフィンのねデカール、ここにちょっとだけあるんですよ。ここね合わせマスキング、コモさんの、言うところの合わせマスキングね、こうペタッとあの のりの面がここに向かない、つかないというねやり方で、ここだけね やりましたね。デカールめくれたから、まだクリア塗装してないんでね、クリア塗装してないので、よいしょ、これめくって、あ、そうそう、あ、そうだね、あ、そうだねって一人でね言ってますが、あのね、デカール貼らんとね、とりあえずデカール貼って、クリアねしていかなあかんので、それ用にというかね、その流れでここのね、エキゾースト周りね、カーボン調にね仕上げてきましたが、となかなかねめくり終わりませんね。なかなかめくり終わらない。これ何でついちゃった、よいしょ、映ってるでしょうか。こんな感じね、ちゃんと塗り分け、あ、ここね、こここんな感じだったんですね。あ、これちょっとこうね丸くここね、こんな感じで丸くこう縁取りしてあったんですが、これマスキング取ったらうまくね、ちょっとこれまだうまくめくれてないですけどね、よいしょ、これがちょっと辛いな、よいしょ、こんな感じでめくったらこうですね、こうクルーンと取れて、でここか、これね映ってるのか、全然映ってないのかわからんな、夢中になってめくってるんでね今。はい、こんな感じ、これ黒のあれやな、スモークのね粉がマスキングテープがこぼれてねここつきましたけどね、よいしょ、これベロンとめくっていこうか、ここね、これですよ、これ丸くねこう縁取り取ったやつね、まあ、ベテランの方とかねはこのぐらいはね、普通にこなすと思うんですけど、コムさんあたりはね このぐらいうまくいくとねワクワクしてね嬉しいんですよ。ここね、あ、この中まだ、めくってないね、これめくろう、よいしょ、これはどうなんかな、シルバーやからめくってもよかったかな、めくらずに、あ、クリア、めくらずにクリアやったかな、いや、これはめくっても OK かな、よいしょ、もしね、あかんかったらもう一回ね、マスキングせなくちゃないですけどね、こんな感じで、あ、そうそう、これシルバーなんですよね、この中がね、ね、ここは塗ってないです、ここね、これ上でしょうか、塗ってないです。で他のとこはね、カーボン調の、何回も言ってますけども、こんな感じでね、半ツヤね、カーボン調で、ね、ちょっとここにポツッとあるのはこれ気になりますね。まあいいですか、あ、ここちょっとタッチアップやね、ここ持ってかれましたね、黒ちょっとだけね、のりかな、あ、のりですね、のりみたいですね、粉とかいっぱいついてるんでね汚れて見えるんですけども、はい、こんな感じね、はい、いい感じでね塗り分けできたんじゃないでしょうか。ここのエキゾースパイプ周りもねこんな感じでね、次ねここをマスキングして、逆にねマスキングして、ねこっちデカール貼ってクリアということになるんで、またマスキングせなあかんのですけどね、はい、コムさんは楽しいんですけどね、マスキングシーンばっかり見せられてる、見ておられる方がねそのシーンばっかりね見せられるというかね、あの違うマスキングなんでね、まあまあ変かなと思ってるんですけども、これもねこんな感じでめくりました、こうねスーパー、
今日はね、コムさん喉はね、良かったり悪かったりです。今いいです。めっちゃいいです。めっちゃいいことないですけどね、今だいぶマシです。で、ね、たまにね、悪くなりますね。状態がね、悪くなって、咳込んだりとか、ね、このパンツこんな感じで塗り分けましたというね、感じね。これ、ウィングの、よいしょ。よいしょと、これね、皮をめくっていく、こっち。これは、後ろのね、ブラックですね。これはデカールあるんでね、デカール貼っていこうと思ってるんですけどね、もう、カーボン塗装じゃなくてね、デカール貼ろうと思ってるんですけど、もうここまで来たらカーボン塗装した方がいいかわからないですけどね。よいしょ、これね、これめくっていく。これで、マスキング、あ、これか、これね、もうあとこれだけですね。これも乾いたと思います。ね、乾いてますね。指紋つかないですね。よいしょ。スポーンとね。よいしょ、めくれました。この感じね。はい、それではね、組んでいきます。コックピットね、組んでいきたいと思います。ちょっと待ってきますね。はい、それではね、モノコックから組んでいきたいと思います。ちょっと待ってください。これが、ここね。このパーツがここね、ちょっとこう取って、ここですね、こうね、映ってるでしょうか、ちょっと角度悪いのかな、また、こうしてね、そうやな、これ先つけようか、これ先つけといて、ね、こんな感じで、あ、古癖ついてるな、フランでもいいんですよ、もう今、新しくなったんでね、ちょっと待ってくださいね。一個ずつつけてもよかったんけど、やっぱり古くせえあんな、まだ振ってますよ。これね、 SP ね、新しくしたんですけどね、予備校出たやつ使い始めたんですが、こう、まあ、古くせえがついてますね。ガチャガチャと使う前によく振ってたんでね、ハゲが足らないんで振ってたんでね、して映ってないと、ここね、こうつけてちょんちょんと、ここね、もちろんね、このここはね、これはもう棒刺さるんでこれなんですけど、ここの部分ね、ジョイント棒がないんですよね、何もね、なんかこうプラ棒でもなんか突っ込んでね、自主的にやればいいのかわからないんですけどね、ここも合わせてこうね、しっかりこう、つら合わせて接着しといたらね、いいかなと思います、こうね。ちょっとこう微妙なんですよね、ここに上の部分ね、つけてなかったらね、微妙な感じなんで、折りたたまれるというのかな、上にね。こう、もう一回ちょっとちゃんとしとくか。映ってない、こんな感じね。ようやくね、組んできましたけども、しっかりね、この隙間のないようにね、しっかりつけときたいと思います。ね。よし。映ってない？よし。これなんかずれてるとね、後で隙間ができるんで、もしずれてたらね、もちろんね、微調整せなあかんのですけどね。これでまあ間違いないと思いますね。これで一応、クリアパッチはね、メッキパーツね。メッキパーツまだプライマー拭いてね、こんな感じでまだ置いてるんですよ。これにクリアコートしてからデカール貼ろうと思ってるんで、今回クリアコートってやろうかな。そうか、もうやっときましたに、ね、しようか、次回ね。スーパーどっちかしますね。今回もこれ、プライマーね。で、あ、合いますね。これでもう十分合うんで、ずれてないと思います、このね、コックピットの方がね。はい。あ、ずれてないと思います。これでいいでしょうね。はい。そして、どうしたらいいかな。コックピット組んで、もうこれ以上組んでもね、クリア吹けないんで、このぐらいにしとこうかな。そうか、つけるとしたらこれか。これつけときたいですね。これこのままで、
まあこのままで研ぎ出ししてもやりやすいんですけどね、これここへつけて研ぎ出ししにくそうやったらつけないでおきますが、どうなんだろうか。こうしてね、別にこうやってやれなくもないんですよね。やれなくもないな。でもね、ただこれでクリアするとこの筋彫りが埋まるような気するね。ここは藍がかなり緩くて筋がね、綺麗な筋になるんで、つけないでおこうか。つけずにね、デカール、もしくはデカールが微妙な位置にあるようやったらつけていこうかな。微妙な位置にあるね微妙な位置にありますね。あ、ちゅうかこっちかな、こっちやな。ここへつけた方がいいのかな。ここで仮止めね、こういう風に。そうしようか、そうしよう。まあ、覆ってるのは覆ってるんですけどね、これ仮組みにしときたいと思いますね。仮組みにね、これモノコックできました。で、モノコックコックピットね、できました。これとこれね、次ね、組んでいくのがこれね、接着していきます。ちょっと待ってくださいね。ポジションしっかり決めてからね、いきますよ。こうか、ちょっとなんかずれてるような気するな、これなんか浮いてるような気がする。ここはね、こうグッとグッと押さえて、はい、ちょっと時間かかってますけどね、ここ接着していきます。ここね、あんまり出たらね、塗装傷むんで、くっとね、押さえときます。スライチでね、ペタッと押さえときます。で、ちょんとね、ちょっとこんな感じ、こんな感じね。ないだってね、聞こえてきそうですけどね。そしたらね、これはね、これを、どっちかね、ちょっとややこしい、ちょっとややこしいですね。これこっちやな、これやな、これですね。これギュッとつけとこうか。で、これここですね。間違ってた。これもこうやな、よいしょ、こうね。なんかすごいな、ここの付き方が。ここなんやねんな、こんなもんなんかな。ちょっとこう段になってるような、そうなんでしょうね。これはこれで間違いないですね、これで間違いないね。これじゃ、これどっからつけようかな。こっから入れようか。あ、届きました。ちょんちょんとね。ここと、ここか。ちょっとね。映ってない。で、ここやな。これでまあ流れ込んでくれたと思いますが、あとここやっとこうか。こっからね、ちょっとね、ちょっとだけ、はい、こんな感じでね、ようやくなんかパーツらしく出来上がってきましたけどね。こんな感じです。まだちょっと指紋ついた感じでね、ここをこのままでいくか、もう見えないんでね、このままでいくか、カーボン調にもう一回塗装するかはね、もう一回決めたいと思いますが、これのこれやな、これとこれ、組み立ててね、ちょっとね、ギュッと押さえとこう、ギュッとね。んで、ここね、ちょっとして、んで、見えないな、これか。で、ここやな、
きましたね。よし、くっつきました。こんな感じね。よし、ここもう一回ちょっとやっとこうか。ちょっと、はい、できました。こんな感じね。で、モノコックね、モノコックじゃあもう、リアカウルね、リアカウルの方は仮止めでいっとこうかな。あ、そうそう、これつけなあかんね。これです、これ。これをここ、こっちか。おっとっとっと、ちょっと待ってください。こうやな。はい、つきました。これせやけどデカール貼っちゃってるんでな、ね、ちょっとここね、こここの辺がね、ずれて接着すると、あの最終的にあのつけるときにね、大変なことになるんで、しっかりとね、つら合わせていきます。こうちょっとね、そしてここやな。よいしょ。ちょっとフレッシュなんでね、 SP がね、フレッシュなんで、ちょっと慎重にね、あんまりドバッていっちゃうとね、勢いでね、ベターってねなっちゃうんで、はい、こんな感じです。どうでしょうかね。デカールとここがね、カーボン調という感じになっております。こんな感じでね。で、これが固まって、デカールもなかったらね、カーボン、クリアね。なんか今日は言い間違いが多いんですが、どこ行こうか。違う、ここ。こうや。よし。こうね。ここね、ああ、これ映ってなかった。ここ微妙にこう書く。こう鍵型になってね、ここで合うようになってるんですよ。うん、微妙にね、ここに合うようにね、なっとるという感じです。で、ここか、こっちから行こうかな。じゃんじゃん、これで OK かな。はい、続きです。ね、リアカウルの周りね、こんな感じで組みましたね。仮組みしました。ここに、ここね、デカールここまたがるんで、あと映ってないね、ここね、ここの部分ね、またがるんで、こんな感じでね、組みました。で、うまくね、テープ邪魔にならないようにね、いけるかどうかちょっとあれなんですけども、こんな感じで、もうデカールの方もね、こんな感じで出来上がってきておりますので、やっていきます。これちょっと塗っとこうか。こうね、塗っといて、で、これは逆やな、こうやな、こうね、手についちゃった、引っ張らないで、よいしょ、こんな感じね。そして綿棒で位置決めしていきます。ちょっと水気抜きながらね、位置決めしていきます。優しくね、ここ位置ずれたらあかんのでね、もうちょっと下かな、なのかな、これがここの面ぐらいやから、もうちょっとこれ下かな、ちょっと前、なんか映ってるかな、映ってないね、こんなもんやね、ここね。で、これだいたいこっちに、向き難しいですね、これ。もうちょっとこっちか、こんなもんではないでしょうか。点々からこうやろう、ここ真ん中にちょっとこっちも、ちょっと上すぎるのかな、もうちょっと下
でしょうか。はい、これでね水抜いていきます。押さえておきますね。映ってるのかな。映ってます。マジね、いい感じになりましたね。またね、また後でもう一回ね押さえます。こう段になってんのちょっとね気になるんだけど、よいしょ、これちょっと段だけ直しとこうかな。まあええか、乾いてスッと切ってね、もう一回ね、糊で押さえます。それの方がいいかもしれない。こっちね、触れば触るほど段になったら分かんないね。ここ触っちゃってますけども、よし、そしてこっちね、糊塗って、これもしかしたらこのテープ邪魔かわからないですね。このテープね、カメラもうちょっとこうやな、こんなもんかな。そしてこれどれだったかな。こっちはあこうか、こう向きやね。これが前やからこうやね、こうですね。よいしょ、そしてまた水で、水っていうかこれでこうね、これ麦難しいですね。1ね、これがこの下っ面か、もうちょっと前やな、もうちょっと上、こんなもんか、映ってますかね。ここでここがこんなもんかな、こんなもんかな、もうちょっと上かでしょ、こんなもんでしょうか。このテープもいらんね、めくっと、おっとっとっと、危ない危ない危なかったです今、よし、このテープいらないですね。よし、こんな感じね、しずれないようにね、このデカールちょっと神経質にきます。ずれないようにね、左右ね平行、どうなんだろうか、ここと ここな、あこれちょっと測ろうか、測った方がええな、これは。このラインかな、4ミリちょい切れね。はい、何から4ミリちょい切れなんでしょうか。このラインからね、このラインから4ミリちょい切れ。ああ測ってる方ね、もうちょっと外やな、水つけてね、ああ行き過ぎや。でこっちのね、このもんかな、ここのね、ここはちょっとこうか、このもんかな、よし、これでちょっとこっちか、映ってない、このもんかな、ダメね、ダメですね、こっち側からね、だいぶこっちやな、これ動くかな、水でちょいちょいと濡らして、
ですね。よし、これで水入ったね。こっち、あ、動いた動いた。よし、こんなもんでしょう。映ってるでしょうか。ちょっと時間かかってますが、これもね、しっかりやっていきたい。よし、もうちょっとやな。もうちょっとこっち。よしよし、動いた動いた。オッケーオッケー。4mm。4mm ちょい切れ、オッケーですね。こっちも4mm ちょい切れ。OK ですね。はい、ね、ちょっと押さえていこう。ちょっと待ってください。水気ね、抜いて、ここ上っ面ね、持ってるね。それね、上と上から持ってるね。で、ここ水取っていこう。もうね、慌てないです、ゆっくりです。もうあ、引っ張っちゃったね。ね、もう一回4ミリ見とこうか。4ミリちょい切れね。まあ、4ミリちょい切れ。動きましたね。はい。で、こっちも押さえとこう。ここ当たってないだと、ここと4ミリちょい切れで先確認したんで。よいしょかな。これでちょっと落ち着いたらね、ここのね、カットして、ここになじませます。こっちにね。あ、やっとできましたね。はい。そしたら、いい感じですね。これ貼っただけでもね。はい。ちょっとね、これまた、時間ね、かかったんで、途中カットしてるかもしれないですけどね。はい。まあ、やっていきましょう。次ね。次。矢印行こうか。さ、86番ね。86番ってどこにあるかな。あ、これやね、矢印。ここにいっぱい矢印固まってましたね。86番、これいこう、2つ。あ、そうそう、この87番もノーズに貼らなあかんねんな。どうしようかな、あれは、さっき貼っても OK なのかな。ちょっとこれ、避けてもらって。水やってここ置いておきましょう。すぐに動くと思うんですけども、次のね、準備ね。上っ面いうのは48番、ね、上っ面ここか。48番、これじゃない、こういうとこにあるのかな。あ、これか、これ48番ね。48番、これですね。よし、これつけていこう。ちょっとね、つけました。で、もういいでしょう。映ってるのか、水につけてんの。あ、映ってますね。水につけてんのもしっかりね、ここに置いておきますもんね。大丈夫と思うのでね。で、ここのロックのとこ向けて、この矢印、これを脱ぎ坂キャプテンが、こっち吸い込まれちゃいましたね。キャプテンの卒業発表って今出ましたね。よいしょ、ちょっとね、向き的にはここで、OK ね、センターで、こういうのはね、あとあと歪んでた目立つんでね、結構神経質になりますよね。何回もいらってますね、コムさん、こういうのは。
で、ちょっとこっちか。よし、このままかな。これもね。よし、OK。そして、これね。よいしょ、これを、のりつけてね。ちょっとのりつけて、ここね。全然向き違うよね。そう、向き違うようにつけちゃいましたけどね、調整していこう。ここね、ここですよっていう矢印ですよね、これ。はい、こんな感じね。で、これガズレーシングのね、マークね、もう動いてます、完璧にね。で、ノリね、つけて、で、これ向き一緒やから、これがここ。ここ真ん中なのかな。この線またぎで、線またぎで、こんなもんか。これもね。よいしょ。こんなもんです。よいしょ。ちょっとこれね、こうやって見合うのね。これがもうちょっとこっちか。もうちょっとこれね。こっち。こんなもんですね。はい。こんなもんです。一応ね、測っときます。ここから3ミリ。ここがね、3ミリ。あ、ドミシャやね。ドミシャでした。で、これね。向き間違ってないね。GR がこうで、中向きね。これがこうね。さっきのデカールも間違ってないのか、もう一回確認しておきました。今ね。で、これまた線またぎね。よいしょ、線またぎで。これが。3ミリか。もうちょっと外やな。よいしょ。3ミリで。3ミリね。で、このラインに平行かな。これに平行ね。いきます。こんな感じね。で、この線の部分は墨入れするので、ちょっと落ち着いたら切ります。よいしょ。ここをこう押さえて、こうね、ここもちょっと押さえておこうか。ちょっと浮いてるんでね、押さえときます。キュッキュッキュッとね、こう押さえていきます。キュッキュッキュッっていうか、ね、軽くですよ。コロ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 軽くね、力入れてないです。軽く転がしてるだけです、これ。よいしょ、こっちもね、もう一回。よいしょ。
こうなるな。うん、ちょっとあれやな、ちょっと歪んでるな。これずらしていきましょうか。あ、いきましたね。そうね、こんなもんですね。こんなもんですね。ここ面を点だとね、ここ面を点だとね、文字を出ますよね。これでこんな感じね。よし、これでだ。よし、こっちね、切っていきます。パソンとね、切りました。あー、で、ここは面を点るし、これも点るから OK と。これで押さえておきます。若干ずれてるんで、後でこれを面合わすとアウト。映ってないね、いうことです。はい、全然映ってなかったですね。今、はい、これこのね、ガズレーシングのマークももうちょっと落ち着いたら切ります。数字ね、数字だけ切ります。はい、そしたら次ね、行きましょうか。これはミラーか。これあったな。ここあったな。上面はこんなもんでしょうか。あとはウイングやもんね。あとウイングやか、まだ。ウイングが。ね、そしたらちょっとガチャガチャっとなってるんで、あ、これこれこれいきます。この横先貼ってもいいんですけどね、ちょっと待ってくださいね。横先貼ろうか、先貼ろうか今パーキングでね、定規で叩いてしまいましたけどね、大丈夫かな。大丈夫ね。よし、そしたらね、横ですね、左サイド行こうか。左サイド、これ、60番ね、これ行っていこう。もうね、結構あの時間がね、来てますのでね、これで終わりぐらいかなっていう感じですね。よいしょ、デカール張りやっていきますと言いつつね、組み立てとかしてたんでね。よいしょ。せや、前半もうちょっとカットしたらね、これ見れ、あの、だいぶいけるんで、もうちょっと頑張りましょうかね。あまりにも短すぎるよね、デカールが。チョキーンとね、チョキーンとね。よいしょ。61番ですよ、と。で、これをここつけていく。よし、これも60番の方いけるんで出しましょう。61番ももういけるでしょうね。このまま置いとけば。それではね、これが、こっちが左サイドね、60番。左サイド60番ですね。これは、もう僕ね、動きました。よいしょ。いよいと。で、ノリ塗って。で、ここはペタンとね、これがちょっとスペース難しいですね。またE がこのとんがってるとこですか。こんなもんか。こんなもんね。はい、こんなもんですね。はい、E のここが先っぽやから、もうちょっと後ろかな。もうちょっと上かな、O がね。何もかな、やめね。よし、もうちょっと軽く押さえとこう。で、反対側ね、ちょっといい、この目ね。よし、先っちょが先っちょが出ない。61番ね、もう動いてくれるでしょう。で、
てペタンとね。よし、そしてD ギリギリでもうちょっと後ろで S の真ん中が先っぽで、こんなもんかな。ちょっと D 行くか。こんなもんやな。なもんでしょう。でこっちもこれね、これ左右対称に見とかなあかんから、もうちょっとこっち上やな、これもかな、ちょい見え、ちょい見え、もうちょっと下か、こっちはもうちょっと下やな、なもんでしょうか。んでもうちょいこっちがもうちょい上にしようやな、こうかな、ちょこにしたか、なもんか、なますね。はい、こんなますね。はい。OK だと思います、これで。はい。ちょっと押さえとこう。あとっとよいしょ。よいしょ、こんな感じ。ここ、OK やね。これで OK かな。吸ってましたよね、今ね。かっこいいですね、やっぱりね。で、トタル。トタルちゃう。ウェックね。ウェック貼っていこう。ウェットね、よいしょ、でこれやったかな、はい、これね、初めてこの単動画を見る方に、説明しておきますけど、これツイッターとかでおなじみのね、山中さんという方にねプレゼントしていただきましたね、これを、あ、そうそうそう、あかんかん、ちょっと待ってくださいね、これね、切ってもらおうかな、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、映ってますかね、これ今切ってるんですけどね、よいしょ、今度は水につけちゃってもいいか、もう動いちゃってるんですよ、もうそろそろね、ウェックの、もうそろそろか、もう出てるのかな、ウェックとトタルが入ったね、社外デカールっていうのかな、もう出てるはずですね、もうずいぶん前に出たかな、そろそろね、もう動いてるんで貼っていきます、はい、貼っていきますよ、すぐでしたね、やっぱ新しいからね、ちょっと乗り付けときます、そしてウェックは向き一緒なんでね、もうこのままこうだんと貼るだけなんですが、ここ白抜きしといたんですけどね、貼っていきます、こんな感じかな、で、反対側ね、よいしょ、これも動いてるはずなんで、いらないとね、よいしょ、あ、ちょっとちょっと、こう、こんな感じね、どうでしょうか、ウェックね、やっぱりウェック貼ったらかっこいいですね、
回数計ですね。これも押さえとこうかも。押さえときます。ちょっと縁取り水入れ残っちゃったかな。これまたね、あの乾いてからね、あそこ乾いてからだと遅いな。ちょっと台紙の上でね切ります。今これめくってちょっと待ってくださいね。大きい台紙あったかな。大きい台紙さっきからこうやって捨ててるんでね。よいしょ、これいくか。これ水につけてここにちょんと置いてね、とカッターで台紙も水色だから見えないですね。ちょっと待ってくださいね。ここ縦向きもね、歪まないようにね、ポンとね切りました。切れてないか。よいしょ、ここザクワンとね、あとちょっとスプレー缶にくっついてました。今よいしょ、ここね、こうかんで、ここここ先来たね。よし、これで OK ですね。きれいに切れましたね。きれいに切れました。よし、のりつけて、ここね、あ、こっちやな。こっち側はいけてるんですよね。切れて、きれいに切れてるんやけどね、こっち残ってましたからね。これで OK、 ちゃんと位置決めてね。だいぶできてきましたね。かなりできてきました。あ、ワクワクするねこれ。よいしょ。はい、残念ながらね、というわけでこの辺でね終わっときたいと思います。またね、続きは次回やっていきたいと思います。まだもうちょっとねデカールあるのでね、次回でやっていきたいと思います。今回はこの辺で終わっときます。大変ね長い間最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたやっていきますのでよろしくお願いします。で、コムさんね、元気が出ます。きっと元気が出ますね。チャンネル登録の方ねよろしくお願いします。ということで、今日はね終わっときます。これでこんな感じでだいぶできました。はい、トヨタガズレーシング TS050 ハイブリッドね、お送りしたのはコムさんでした。それではさよなら。